体細胞超変異もしくは体細胞超突然変異とは適応免疫系が微生物などの新しい外来要素に適応する手段の一つでクラススイッチの際などに見られる細胞メカニズムである。神話生成塾の中でも重要な一部であり外来要素を認識するために使用される B 細胞受容体を多様化し免疫系が生物個体の一生を通じて 新しい脅威へ適応を可能とする。免疫グロブリン遺伝子の可変領域に影響を与えるプログラム済み突然変異を伴う。生殖細胞系列変異とは異なり、SHM は生物の個々の免疫細胞にのみ影響を及ぼし、子孫に遺伝することはない。B 細胞リンパ腫その他の多くの悪性腫瘍の発症にメカニズムに故標的硬体細胞腸変異が関わっている。 可能性が高い。B 細胞は抗原を認識すると分裂及び増殖を始める。この増殖の間に B 細胞受容体の遺伝子座は通常の頻度と比べて105倍から106倍の極めて高い頻度の突然変異を起こす。変異は主に単一塩基地間の形であり、挿入と削除は一般的にはあまり起こらない。これらの変異は DNA 上の ホットスポットと呼ばれる箇所で銃に発生するが、これらは超過変領域に集中する。この領域は、免疫グロブリンの抗原認識に関与する部位である、相補性決定領域に対応する。体細胞張変異のホットスポットは、変異している塩基によって異なり、G の場合は、G、C の場合は、ルシー、A の場合は、WA、T の場合は、TW である。 蝶変異は、エラープロン修復と高中実度修復のバランスによって実現される。この指向性のある蝶変異により、特定の外来抗原を認識して結合する、能力の高い免疫グロブリン受容体を発現した B 細胞の選択が可能となる。シトシムラシュル実験的証拠により、SHM の機構は活性化誘導、シチジンデアミナーゼと呼ばれる酵素による DNA 中の シトシンのウラシルへの脱アミノ化を伴うことが示唆されている。その結果として、シトシン、グアニンペアは、ウラシル、グアニンミスマッチに直接変異する。ウラシル残機は通常 DNA には見られないため、ゲノムの完全性を維持するには、これらの変異を忠実度の高い塩基除去修復酵素で修復する必要があり、ウラシル DNA グリコシラーゼ修復酵素により、 ウラシルは除去される。次に、エラープロン DNA ポリメラーゼにより、ギャップが埋められ、変異が導入される。エラープロン DNA ポリメラーゼは、脱アミノ化されたシトシン自体、または、隣接塩基体の位置に頻繁に変異を生じされる。B 細胞の分裂中に、免疫グロブリン化変領域 DNA は転写及び、翻訳され、急速に増殖する B 細胞集団に変異が、 導入されることにより、最終的には数千の B 細胞がわずかに異なる受容体を持つことになり、様々な抗原特異性を持つ受容体の中から、標的抗原に最も高い親和性を持つ B 細胞を選択することが可能となる。そのような B 細胞が選択され、抗体を産生する、形質細胞と再感染時の免疫応答の増強に寄与する、 長寿命のメモリー B 細胞に分化する。長変異プロセスは、生物個体自身の細胞のシグネーチャーに対して、自己選択する細胞も利用する。この自己選択プロセスの失敗が、自己免疫反応の発生につながるという仮説がある。SMH のメカニズムに関する分子モデルには、1987より2つの競合するモデルが存在したが、現在は解決された。 ノイベルガによる、このモデルは、活性化誘導七人でアミナーゼにと、エラープロン DNA ポリメラーゼに基づいたモデルで、エードにより出張改変を起こし、それを、エラープロン DNA ポリメラーゼにより修復する、ことにより変異を導入する。このモデルはインビボで観察される、B 細胞の SMH の A、T、G、c 塩基体の変異の一部を説明できるに過ぎない。またなぜ、 ストランドバイアスな変異が起こるかも説明できない。議論を読んでいる競合モデルとして RNA、RT をベースとしたメカニズムがある。このモデルは A、T、G、c 塩基体の変異のうち A の変異が T よりも多く、また G の変異が T の変異よりも多いというストランドバイアスな変異が観察されていることを説明するために考案された。ありがとうございます。